梅井が長いボールを前線に送っていきます。大森から縦に入れたボール、さあ原太一に収まって右足のシュート決まりました。追いついた、3対3です。原太一今日2点目、3です。この大森のパス、ナッタウッドが下げて、もう一度大森、原太一がうまくコントロールして冷静に決めていきました。丹羽竜平をかわして最後決めていったのは原太一、今日2点目、スコアの方は3対3。